掛川藩。掛川藩は、東う海国掛川、現在の静岡県掛川市に存在した藩。政長は、掛川城に置かれた。掛川は古くは、ケンカーと書かれた。戦国時代にこの地を支配していたのは、今川市であったが、時の当主、今川義元が、織田信長によって、桶狭間の戦いで撃たれ、後を継いだ、今川氏真の力不足もあって、 今川氏が衰退すると、それまで、今川氏の同盟者であった、武田信玄が同盟を破棄して侵攻してきた。氏真は、駿府から逃亡し、今川氏の中心と言われた、朝比奈康しが守る掛川城に立てこもって、抵抗したが、徳川家康の攻撃を受けて、会場を余儀なくされた。とはいえ、武田、徳川の連合軍相手に長く持ちこたえた、掛川城の重要性は大きく、 家康は、普代の家臣である、石川家成、石川康志通り府氏を入れて守らせている。小田原聖罰後、家康が関東に数を違法されると、掛川には、豊臣氏の家臣、山内一豊が入った。一豊は、豊臣秀吉の死後は家康に接近し、慶長五年、千六百年の関ヶ原の戦いでは、自らの居城である、掛川城を真っ先に、家康に提供し、 家康に組みすることを正式に表明してその関心を得た。このため戦後、その功績を称されて数と世は、土佐国に数を違法され、掛川から高地に、セった。慶長6年、1601年2月、下宇佐国国民から家康の意不定、松平貞勝が3万国で入るが、貞勝は、慶長12年、1607年4月29日に、 不見城状となって、不見藩に違法されたため、掛川の地は、次男の松平定行が継いだ。なお、長男の松平定吉、貞友は、慶長八年、1603年に自害し、貞勝はこれを弔うために尊とう,とう水河を築いている。貞幸行は、元那三年、1617年7月、伊勢国区那藩に移され、代わって安藤直司が2万8千国で入った。 しかし、家康の子、徳川頼信が、紀伊藩に移されると、直寺は、その後不可労という経緯から、紀伊田辺に違法されることとなった。代わって、松平定綱が、日立国下妻藩から三万国で入ったが、元那九年、1623年に、山城国与度藩に移され、代わって、駿河大納言、徳川忠長の不可労、朝倉信政が二万六千国で入った。 しかし、寛永九年、1632年、ただながが、幕名によって改役されると連座して改役され、山と国軍三藩にいる罪に処せられた。翌年2月3日、日立国より、青山行成が2万6千国で入る。後に行成は3万3千国に加増されたが、寛永十二年、1635年に、摂津国阿呂瀬藩に移され、変わって、 駿河国田中藩より、松平忠重が四万国で入官営十六年、一六百三十九年二月十二日に、忠重は死去し、後を、松平忠しが継いだが、三月には、品野国院山藩に移され、代わって、本田忠義、本田忠勝の孫が、張馬国より七万国で入った。しかし、正元年、年月、 越後国村上藩に移された。代わって、松平忠春が、駿河国田中藩より三万国で入ったが、慶安元年、1648年、ウル正月には丹波亀山藩に移された。代わって、田中藩より、北条四重が三万国で入ったが、万治元年、1658年10月1日に、四重は死去。死死がなかったため、 北条氏は外役となった。翌年正月二十八日、三河国西を藩より、伊い義おが三万五千国で入る。良氏はもともと、東東海国伊丹の国州であったため、かつての本拠に近いところへ入部した形になる。なお氏は、漢文十二年、六百七十二年正月六日に、死去し、後を継いだ良いな武も元六七年。 1694年6月8日に死去。その後を継いだのは、いいただし朝であるが、法永二年、1705年に、自家長は発狂して、参勤交代を怠るありさまとなった。本来なら、改役されてもおかしくはなかったが、幕府は祖先である、いい直政の功績などを配慮して、本家の彦根藩からいい直則が養子師として、迎えられて、後を継ぐことで存続を、 もとれた。ただし、同年十二月三日、直則は、洋父発鏡を名目に、越後国与裕藩に違法を命じられた。これにより、池文家は、上主から無常大名へ降格させられた。かわって、品濃国井山藩より、松平忠し隆が四万国で入るが、聖徳元年、1711年に、摂津国甘崎藩へ移され、かわって、武蔵国岩月藩より、 小笠原長照が6万国で入る。長照は原文4年1739年4月21日に隠居し、後を継いだ小笠原朝陽は延居元年1744年7月6日に死去。そしてその後を継いだ小笠原長幸は延居3年1746年9月、道の区国田浦藩へ移法を命じられた。代わって、 上野国立林藩より五万国で大田助都市が入り、ようやく藩主家が安定した。以後、藩主は大竹により、幕末まで七代にわたって続き、慶応四年、1868年9月、最後の藩主である大田助義が、上佐国柴山藩、松尾藩に移ることで、掛川藩は廃藩となり、その所領は徳川家里の府中藩領となった。 大竹が入るまで激しく反死下の交代が続いたため、反省に見るべきところは、大竹に至るまでは、ほとんどないが、主要な点だけを述べておく。松平貞勝には、着難に、松平貞吉がいた。貞吉は、自由権備で特に休日に優れ、正確においても温厚特実なことから家臣団の、信頼も厚かった。しかしある日、 徳川家康が貞勝の屋敷を訪れた時のことである。貞吉は家康に自分の力量を見てもらおうと空に飛翔していた人羽あの足に向けて矢を放ちこれを見事に命中させた。家臣団はさすがに武芸達者と称賛したが家康はこれを褒めるどころか家臣など多くの人がいる前でこのような軽率なことをすべきではない。成功すればいいが失敗すれば 物笑いの種になると叱りつけた。佐吉は家康に嫌われていたらしいが、十九歳であった、佐吉の精神に大きなショックを与え、このまま父の後を継いでも嫌われている自分ではしようが、ないとまで思い、自殺した。この時、佐吉の後を追って、多くの家臣が殉死している。佐勝は期待していたわがこの死を悲しみ。 その菩提を弔うために唐う水塚を築いたと言われている。この唐う水塚は江戸時代を通じて主に若者の信仰を集めていたと言われている。小笠原長照は爆名により大井川下流域の治水工事、新田開発などで功績を挙げている。その後、徴用を経て小笠原長行が棚倉へ懲罰的な違法を命じられた理由であるが、 これが一盗賊の王公が理由だった。長行きの時代、遠州では、浜島昌平こと日本の左衛門のという盗賊が、いて、東海地方を中心とした急ぎ働きを働いていた。延京三年、1746年には、掛川城下の大池村宗衛門宅に押し入って占領を、強奪したほどである。ところがこれに対し、長行きは、何の対策も取らなかった。このため、 領民は、藩主ではダメだと考えて幕府に助けを求めた。延長四年、1747年に急ぎ働きの、盗賊の頭、浜島は、京都で捕らえられる浜島は自首したとも言われているが、それまでに何件の盗めを働き、どれだけの被害が出たことかわからないほどであった。これらはすべて、藩主の長行きが的確な処置を取らなかったためというとになり、幕府は、 懲罰的な違法を命じた。そして、大竹が入って、藩主家が安定する。大竹はそれまで何度も、藩主家が変わって反省が不安定なことを考慮し、まずは、反省の安定化を第一とした。警察力の強化と、厳罰主義などがそれである。これは、前代の小笠原家の時代に盗賊が横行したことも考慮したのであろうが、あまりに厳罰が過ぎたため、 両民からは評判が悪かった。第二代藩主、大田市愛は、掛川城内に、藩校、北門書院、後徳蔵書院を築いた。また、埼玉茂先や山本忠秀らを登用して、掛川志向という主観一観、本文14巻からなる掛川の地理や古墳について、止め上げた知識を編纂し、掛川藩の文化発展に尽くした。一方、 大竹は民政においては、地方模様多市を設置する。これは、領民の中から有能な人物を登用し、それらの人物によって、藩や村方三役との調整、百姓一揆との交渉を取り持つなどの役目を果てたなど、藩政に大きく参与した役職である。また、掛川藩は灌漑用水をため池に依存することから、干ばつが続いて、たびたび共作、基金が相次いだ。 第五代藩主、大田助春は、このような事態を打開するため、松の木の皮を食用にする方法を採用した、松皮製造法を制定する。これによって基金における、食料を不足を防ごうとしたのである。第六代藩主、大田志向は、二宮尊徳の弟子にあたる阿久井少七を登用し、反省改革を行った。演習最初となる、下石田法徳者を創設し、 その後も牛岡組法徳社などを創設した。この法徳社は、今でいう村おこしを進める運動会社で、その知識を学ばせる学校と言える。この農村復興計画は大いに成功し、幕末に向けて、ますます発展していったと言われている。なお、犯罪性においては、掛川藩は米作を中心として、茶、木材、椎茸などが作られていたが、いずれも、 生産量が乏しく、犯罪性も農村も常に苦しかった。一万国不大、二万八千国、徳川頼信不我老。三万国審判、二万六千国、徳川忠長不我老。二万六千国、三万三千国不大。四万国不大、七万国不大、二万五千国不大。 三万国とざま。三万五千国不大。四万国不大。六万国不大。五万国不大。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。